長島和茂、全仏王 p で失格処分の加藤美優の訴え却下に不満。僕も納得いかない。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。テレビ朝日系、羽鳥り一モーニングショー、月から金曜午前8時、は16日、テニスの四大大会。 全仏オーブン、11日閉幕の混合ダブルス優勝の加藤美優、ザイマックスが15日、自身の SNS で女子ダブルス3回戦でプレー間にボールガールに球を当て、危険行為で受けた失格処分を不服として、4大大会側に提訴していたが、却下されたことを明らかにしたことを報じた。 英文で、全仏では罰金が課され、賞金とポイント獲得についての訴えは却下された。私ができるのは前を向き続けることだけ、と記した。加藤は4日に行われた女子ダブルス3回戦の第2セット途中、ポイント間に自コートに落ちたボールを、相手側コートに片手バックハンドで軽く打ち返したところボールガールの頭部に直撃。 ボールガールは泣き出し、試合が中断され、加藤に警告が与えられた後、相手ペアの訴えもあり、失格処分が決まった。2回戦終了時点で得られた賞金は2万7千ユーロ約415万円と240ポイント。加藤は、恋ではなく、危険な行為には該当しないなどと主張。他選手からも失格を疑問視する声が相次いだ。 大会の統括責任者であるモレスモトーナメントディレクターは会見で4大大会規則に基づいた判断でかなり明確と話していた。提訴が却下されたことに司会の羽鳥慎一アナウンサーは加藤選手も納得いかないでしょうねと明かした。この発言を受けコメンテーターでタレントの長島和茂は僕も納得いかないですね。 とし、ボールガールとの人間関係もすでにできているわけですし、どのような形で検証されたのか、失格を認めないことが、とコメントしていた。放置新聞社、加藤美優の失格に日本テニス協会、従わざるを得ない。テニスの四大大会、全仏オープン、11日閉幕の女子ダブルス3回戦で、ボールガールに球を当て、危険行為で失格。 失格となり、賞金とポイントを募集された加藤美優・ザイマックスについて、日本テニス協会は16日までにコメントを発表。女子ダブルスで恋でない行動により失格となってしまったことは残念でしたが、同時に大会側が下した判断については現行のルールの中では従わざるを得ないと感じています。 ボールが当たってしまったボールパーソンの方には心よりお見舞いを申し上げたいと思いますとした。加藤は恋ではなく危険な行為には該当しないなどと主張し大会側の判断を不服として提訴していたが却下された。15日に自身の SNS で全仏では罰金が課され賞金とポイント獲得についての訴えは却下された。 私ができるのは前を向き続けることだけ、と記していた。逆三角以下、日本協会コメント。加藤美宇選手が、困難な状況を乗り越え、全仏オープンのミックスダブルスで優勝しました。日本テニス界にとっては、昨年の柴原 A 最選手に続く快挙です。加藤選手のプレーそしてティムプッツ選手とのコンビネーションは、とても素晴らしく感動的でした。 温かいご声援をいただいた日本中のファンの皆様には心より感謝申し上げます。女子ダブルスで恋でない行動により失格となってしまったことは残念でしたが、同時に大会側が下した判断については現行のルールの中では従わざるを得ないと感じています。ボールが当たってしまったボールパーソンの方には心よりお見舞いを申し上げたいと思います。今回、 ファンの皆様からいただいた様々なご意見を重く受け止め、テニス界のさらなる発展のために引き続き努力してまいります。公益財団法人、日本テニス協会、専務理事、土橋、都久、放知新聞社、長島和重、全仏失格問題、加藤の提訴却下した大会側に疑問、どういうような形で検証したのか、 元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂57が16日テレビ朝日ハトリ新一モーニングショー月から金曜前800に出演女子テニスの加藤美優28イコールザイマックスが15日に自身のツイッターを更新し賞金とポイントの回復の訴えが却下されたと明かしたことに言及した 加藤は、全仏オーブンで私に罰金が課せられ、賞金とポイントの獲得に対する私の訴えも知りけられました。なので、私にできることは前を向き続けることだけです。と英語で記した。全仏オーブンの女子ダブルスで、相手コート側に打った球がボールガールを直撃し、危険な行為として失格になった加藤は、 剥奪された賞金とランキングポイントについて、不服として4大大会側に提訴していた。羽鳥慎一アナウンサーが、これは加藤選手、納得いかないですよね、と話すと、一茂は、これは僕も納得いかないですね。ボールパーソンとの人間関係はもう整理できているわけですし、どういうような形で検証したのか、と厳しい表情で話した。 厳しすぎる判定ではあるが、結果には従わざるを得ない。しかしあの程度の行為をレジェンドのフェデラーやナダル、フランスなのでモンフィスがやっていたら同じ結果になっていただろうかそもそも対戦相手もレジェンド相手に抗議で食い下がるまい。悲しいけど世界的に有名選手ではない加藤美ュ選手だからこの結果になったということ。 これを糧にして加藤ミル選手にはさらに強くなってほしい。出演者たちは編集されてない当該シーンの映像を見ていってるのだろうか。加藤選手はネット際にいたボールガールが回収したボールをわざわざ受け取って打っている。全く必要のない行為だし、そもそも打った先のボールガールの様子をよく見てないのは明らか。 しかも当てた直後は駆け寄るどころかそのまま試合を続行しようとしている。相手側の抗議で審判がボールガールの様子を見に行ったら時にようやく歩いてついて行った。リユースで紹介されている彼女と話しているシーンはその時のもので当たってから相当経っている。相手側の抗議がなければ誤りにも行ってないんだから抗議は意味があった。一連の流れを見た時の印象は かとおって態度悪い選手だな、ボールガールのことなんとも思ってないな、という感じ。審判に文句を言う前に、まずビデオをちゃんと見ましょう。